ここの部分で R を取る、まあ、いわゆる懐だよね、懐を取る、ね、で、基本走行。初期ではスピードは遅いが、まずは競走車になれることだ。正しい乗車姿勢、マシンの感覚、そしてスピード。正しい乗車姿勢は全ての基本となる。これからスピードを上げるためにも、しっかりとオートレース独特の乗車姿勢を覚えなくてはならない。来る前からも、いろんな方に、今までやってきたものは一旦リセットしないと通用しないよっていう話は聞いてきたんですけれども、実際に自分も乗ってみて、今まで僕が乗ってきたそのバイクの、感覚というものが全く違う感覚で、本当に一から出直したなっていうのを、痛感しております。バイクと一体になることが大事だと思うんですけど、まだ今は全然走り始めたばっかりなので、そういったところまでは行ってないんですけど、これからかなっていう感じですね。自分は実際乗ってみて、そんなにセンスはないなって感じるので、まあ、日々努力して、まあ、みんなを発展させるような走りを見せたいと思います。候補生たちは関東の3レース場でレース場見学を行う。集まれ！ファンへの挨拶も行われた。初めて耳にする自分たちへの声援。オートレースを見たことのある候補生でも、走路内からのレース観戦やロッカールームは初めてのことだ。候補生たちはまた一歩オートレーサーに近づく貴重な体験をした。動画は結構見てたんですけど、でも全然迫力とか全然違うかったし、かっこよかったですね。みんなでレースした時になんか頑張れみたいなことを言ってもらって、むしろなんか泣きそうになって、なんかむっちゃ嬉しかったです。ちょっと入って1ヶ月経って慣れた部分とかもあって、たまに気が抜けるって言ったらいいけど、もう見て自分は本当になりたかったと最初の気持ちを思い出しました。自分がどういう風に走ってるかもよく分からないし、イメージも湧いてなくて、でも実際今日見ることができて、ちょっといいイメージが持てたかなとは思います。その足の出し方や、まあ、姿勢など重点的に見て、はい、勉強しました。自分たちが本当に選手になっていくんだなっていう、本当その実感というか、それだけがもう湧いてきて、ちょっとこう涙じゃないけど、ちょっとうるっとしそうにはなりました。足の出し方見て、やっぱ自分たちまだ出してないんですけど、あの角度とかがすごいなと思って、もう半分お尻落ちてるような感じで、はい、選手がここでいろいろ整備とかやってるなと思った。なんか本当にすごいんだなみたいな、そこで自分のマシンとか組み上げてくんだなと思ったら、やっぱ感動してすごかったっす。この候補生になる前に見たことがあって、で何もやっぱ想像ができない中での観戦だったんですけれども、自分で伊勢実際に走ってみて、いろいろ体感して、いろいろ自分の中で消化した後にこのように観戦できたことはすごいためになって、今後のまたイメージ作りというか、自分のスタイル作りのためになるなと、本当に今日は素晴らしい日だなと思って、はい、見てました、はい。当たり前のことですけれども、選手の皆さんピリッとしていて、ちょっとワクワクしましたね。本当にこういう中に自分も早く入りたいと思いましたし、なんていうんですか、すごくこう気持ちが良かったですね。まあ、本当デビューしたら本当、変な走りはできないなって本当そう感じました。
まだ足は出してないんですけど、やっぱり足の出し方とかこうどういうスタイルで走ってるとかすごく勉強になりました。頑張れよとかってすごい拍手もらえて、ちょっとすごい、うん、なんかこう引き締まった感じがしましたね。実感が湧いたと言いますか、オートレースの選手になるだなっていう実感は湧いてきました。すごい頑張れよって言ってもらえて嬉しかったです。すっごい緊張しました。でも頑張れっていう声をもらった時にも感動して、もう泣きそうになって、うち頑張んなきゃなって。本当基本走行コース進入の目印のパイロンに向かって実際にレースで走る黒潮と呼ばれるコースを覚える。コーナーを速いスピードで安定して回るには左足の使い方が大きなポイントになる。ハンドルを握る左腕の中に左足の膝を入れるように、膝を曲げた状態で足を突き出し路面と接触させなければならない。しかし上手に左足を出すのはかなり難しい。今ロードレースからの転向なので、膝しか出したことがなかったので、はい、まあ、足の膝を地面につけるということが今までなかったので、まあ、本当イメージしかなかったんですけど、実際出してみたらやっぱ結構難しくて、本当に足出す前にできていたフォームが足を出したらちょっと崩れてしまったりして、ちょっとこれから修正していかなくてはいけないなと思いました。黒潮降りると車速も上がってこないと車が寝ていかないので、車速を上げて足を出すとロバランスを入れてるので、ちょっと上半身で力が入ってしまって難しいです。川口に続いて伊勢崎オートレース場見学、本物のレースを見るのが一番の勉強になるのだ。訓練開始からおよそ2ヶ月、ようやくマシンにも慣れ始めた頃、川口オートレース所属の先輩レーサーたちが養成所を訪問。候補生たちを指導してくれる。候補生たちにとっては憧れの存在だ。マシンの調整、乗車姿勢など体を使って分かりやすく指導してくれる。先輩レーサーたちの指導のおかげで候補生たちの走りはスピードが出てもマシンがブレず、基本姿勢も崩れることなく安定してきているようだ。26日、彼らの待ちに待った年末年始の一時帰省、訓練生活からの解放だ。訓練後半に向けて疲れを取ってリフレッシュしてくるのだろう。これまでの走行訓練で1800周回、落車は10名となっていた。訓練開始からおよそ4ヶ月、スタート練習が始まった。教官の手旗信号を見ながらマシンをスタートさせる。オートレースでは勝敗の鍵を握るスタート。コンマ何秒の感覚を体に覚えさせるのだ。31期の青山周平選手が走行の見本を見せてくれた。船橋オートレース所属の先輩レーサーたちが養成所を訪問。候補生たちは乗車姿勢の疑問や難しいマシン整備の疑問、判断しづらかったタイヤの見方、交換するタイミングなど
理解しづらかったものをいろいろ聞くことができた。そして練習の仕方も、ただ乗るんじゃなくて、この週はこれやるとか、まあ、できたら次やって、走るとやっぱ結構もう早く走ろうに夢中になるのはいいんですけど、やっぱりもっとスピードどんどん上がってくるんで、まあ、これからねデビューするに向かう、まあ、デビューしてもそうなんですけど、そのためのやっぱ基本をつけるにはやっぱり安定したフォームとかも含めて、はい、候補生たちは先輩レーサーの指導のおかげでスピードを上げて走行しても安定したフォームでライン取りができるようになってきた。もともとやってた競技 の癖が残ってるみたいで、どうしてもその車もこう抑えに行ってしまう癖があるみたいで、特に下半身とかやっぱりバイクが滑ってしまう原因になるみたいで、そのことを教えていただいてすごく勉強になりました。とりあえずフォームはいいって言われてて、あとラインとか聞いたりして、それでちょっとずつ直していくような感じで走ってました。ライン取りは言われた通りにやってみたら良かったりとかしてるんですけど、やっぱりどうしても乗車フォームとかがまだいまいち改善できなくてっていうところです。訓練開始からおよそ6ヶ月、走行訓練は応用走行へ移った。実際のレースを意識した走行訓練だ。二車並列、三車並列、ハイスピード時速100キロ以上の接近戦であるオートレース、自分のマシンと相手のマシンのスピードと方向性を合わせて並走する。これによってレースにおける車間距離を覚えていくのだ。レースは一人で走るわけではない、常に相手がいる中での競争となるからだ。自分の走りだけでなく相手の走りも理解できなければ危険は回避できない。相手との距離はまさに紙一重、一瞬の判断ミスが即事故につながることを身をもって知る。やっぱ外になった時にその内側の人よりどんどん前に出てかなきゃいけないのがまだちょっと自分の中でできてなくて、それが課題で明日からやっていこうかなって思って、はい、応用走行をやるようになってグリップ操作とかがちょっとこう感覚が前よりもこう丁寧にやるようになったので、それをその単独走行した時に活かせればなっていう風に。人と合わせて走るのはすごい難しいですけど、レースとかだったら抜くためにそれをしなくちゃいけないんで、次は抜いていくっていうのがやっぱ難しいんじゃないかなって改めて感じました。厳しい養成所生活には嬉しい先輩選手からの差し入れ、指導に来た飯塚の選手からは箱ごとだ。溢れんばかりの差し入れに候補生も自然と笑顔がこぼれる。すごいです、すごい。改めて本当に教えられたのは